フランチシェイク・クサベリ・ブラニツキ伯爵。フランチシェイク・クサベリ・ブラニツキ伯爵は、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート、軍司令官。パルゴビツア連盟の指導者の一人。1764年に、王官僚副大前官。1765年に、プロイセン大使。1766年から1773年まで、王官僚首領長。 1768年から1773年まで、リトアニア砲兵隊、長官。1771年に、ロシア帝国大使。1773年に、王冠領野戦へ、トマン。1774年から1794年まで、王冠領大へトマンを務めた。1768年には、白鷲勲章を受章している。1784年、 ロシアのグリゴリー・ポチョム・キン公爵の命で、女帝エカチェリーナに成長愛の女官であった、アレクサンドラ・エンゲルハルトと結婚した。ブラニ、月は、スタニスワフ・シチェンスヌ・イ歩ポと月、セベリン・ジェブスキラと同盟して4年議会では、自由主義改革に反対し、タルゴビツ連盟を結成して、ロシア軍をポーランドに引き入れ、ロシア・ポーランド戦争及びポーランド・リトアニア、 共和国消滅の直接的な原因を作った。1794年、古市中主コ法規では、法規軍の最高刑事法廷から死刑宣告を言い渡されたが、本人は不在であったため肖像画が代わりに燃やされた。ブラに、月は、色ぼとし、ジャコモカサノバと決闘したことでも知られる。この決闘では両人とも怪我を負ったが死ぬことはなかった。ブラに、 月は1819年4月、ビーラ・チェールクバで死んだ。ありがとうございます。